大量のホタルイカが打ち上げられているのが見つかったのは、佐渡市両津地区の海岸です。地元の漁師は、沖にいた魚の群れに追われたホタルイカが逃げ場を失い、波打ち際で力尽きて弱り、波で打ち上げられたと話しています。昔からイカ釣りやったりしてるんだけど、最近たくさんこんなにホタルイカが入るっていうのは珍しいと思うんだよな。ホタルイカが特産の富山県のホタルイカミュージアムによりますと、ホタルイカの身投げと呼ばれる現象で、産卵時期のホタルイカが海岸近くへ移動したときに方向が分からなくなり打ち上げられたなどの理由が考えられるということです。ホタルイカを放置すると腐敗の恐れがあるため、地元の人たちは網やバケツを使いながら夜遅くまで回収作業に追われていました。